ト、まもなくソ連領空に近づきます。いいか、君の任務はソ連国内の山中ゼリノヤルスクに単独潜入、ソコロフの安全を確保、西側へ奪還することだ。君の本ミッションでのコードネームはネイキッドスネークだ。以降はスネークと呼ぶ。残された時間はわずかだ。今回のミッションはスニーキングミッションだ。敵に見つかってはならない。潜入の形跡も悟られてはいけない。わかるか。それが隠密部隊フォックスの特殊任務だ。つまり武器も装備も現地調達、食料もだ。まさに丸裸ネイキッドの状態だ。装備も武器も現地調達とは、こんな無茶がよく通ったものだ。現場任務は全て君一人にかかっている。まさにワンマンアーミーか。今からバーチャスミッションを開始する。はい、デルタはですね、大きく変わったところが2つあります。1つ目がビジュアルです。メタルギアソリッド3の多くのステージとなるジャングルを G5 世代の技術を使い、よりリアルに再現するところから開発はスタートしました。昨年10月に公開したファーストインエンジンルックや、先日公開したオフィシャルトレーラーでビジュアルの進化について確認できると思います。ビジュアルとしてはですね、汚れと傷の表現も進化しています。衣服につく落ち葉や泥の表現、擦り切れた服、弾痕だらけの服など、ゲームプレイ状況に合わせて変化が見られるようになりました。オリジナルのゲーム要素にスネークは重傷を負い、それを治すキュアというシステムがあります。デルタではゲーム中に負った傷は治療した傷も自然治癒した傷もビジュアルとして体に残り続けます。もう一つが操作性です。デルタでは一般的な TPS タイトルのようにしゃがみ移動や銃を構えたままの移動ができるようになっています。昨今のゲームに慣れ親しんだユーザーの皆様がストレスなくデルタの世界に入れるような操作性にしました。またオリジナルのカメラアングルで遊ぶこともできます。新しい操作方法をニュースタイル、オリジナルの感覚に近い操作方法をレガシースタイルと呼んでいます。オフィシャルトレーラーを見た感想で、オリジナルのカラーで遊びたいという意見をいくつかいただきました。切り替えられる画面のカラーフィルターはニュースタイル、レガシースタイル共通で数種類あります。オリジナルのカラーに近いカラーフィルターもありますので、お好みでお使いください。オフィシャルトレーラーについては、たくさんの反響をいただきありがとうございました。ビジュアルについてはですね、これからもクオリティを上げていきますのでご期待ください。件が全体の 24% ありました。当時制作していたスタッフが前に出てきてくれるのが嬉しい、誠意が感じられて信じてみようと思えた、コナミがファンとコミュニケーションを取っていく姿勢は素晴らしい、コメント欄を開放したのも好印象などがありました。ニュートラルな意見が全体の 65% でありまして、 MGS デルタの制作に関わる他のスタッフも出演してほしい、ゲームプレイや未公開の映像が見たい、英語字幕を追加してほしい、質問コーナーを多めにしてほしいなどがありました。ネガティブなご意見が全体の 11% ありまして、メタルギアを終わらせたのはお前たちだ、リマスターさえもできない開発チーム、ゲームプレイに響くバグを解消した状態で発売してほしかった、新作を作れるとは思えないし作らないでほしいなどなど、たくさんなかなか厳しいご意見があって、ちょっと読んでいて私も辛かったんですけど。そうですね、まあ、でも、まあ、これがファンの皆さんの、まごうことなきご意見ということなのかなというふうに思っています。
現時点ではまだそれら全てにお答えすることはできない部分もあるんですけれども、まずは我々しっかりと、受け取っていますと、そういった部分っていうのはやっぱりまずお伝えしたいところなのかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。いろんな思いを抱えて制作の皆さんが頑張っていらっしゃるんですね。さて、それでは続いて皆さんからの個別の質問についてもいくつか答えていただくということでよろしいでしょうか。はい、もちろんです。はい、それでは一つ目の質問いきたいと思います。オリジナルスタッフの方々のメタルギアシリーズの制作の復帰や共同制作監修の可能性はありますか。ね、はい、答えの難しい、質問かなと思うんですけども、はい、我々の会社におられない方の考え方ということを、僕の立場からですねお答えすることっていうのは、できないのかなとは思います。もちろん僕個人の話として、言えばですね、小島監督含めオリジナルスタッフの方々とまた、ね、一緒にご仕事をすることがあるといいなっていうのはそれは有名ではあります。で、なんですけど、でももうね、すでに、新しい道を、多くの方が歩んでいらっしゃるということです。で、その中で、協力いただくことが前提となっているような未来とかですね、依存してしまう未来ということを、それを描くということはそれは僕たちがしちゃダメなんだろうというふうには思ってはいます。我々だけでしっかりと評価いただけるように、頑張っていかなければいけないということかなというふうに、思ってます。あとそれから関連してですね、こちらもよく質問される話なんですけれども、マスターコレクションはもとより、この次のですねデルタスネークイーターですね、こちらの方でも小島監督やオリジナルスタッフの皆さんのお名前クレジットでしっかりちゃんと出ます。はい、これは当然ですので、はい、そこはご安心ください。はい、なるほど。じゃあオリジナルスタッフの方々に対してもしっかり敬意を払っているということですよね。そうですね、当たり前ですよね。はい、続いての質問です。メタルギアソリッドデルタスネークイーターのキャラクターボイスはオリジナルのままですか、また追加のボイスは全くないのでしょうか。はい、日本語英語ともですね、シナリオやキャラクターボイスはオリジナルのままです。もちろんキャストが変わったりもしていません。ただですね、特に操作説明なんですけど、メタルギアはよくキャラクターが操作説明をちゃんとしっかりと読むところがあるんですよね。で、そういった部分は今のハードと合ってないことを説明してもダメなので、はい、そういった部分に関しては新録を新たにさせていただいているということになってます。で、ただですね、残念ながらもうすでにお亡くなりになられているとかですね、いろんな事情で収録ができない方もおられます。で、そういった方々についてはちゃんと適切な確認のプロセスを経た上で、はい、過去の収録データをもとに、音声を加工して入れている部分というのも一部ございます。なるほど。ストーリーは変えないけれど、ゲームを遊ぶプレイヤーの皆さんに分かりやすくしているということですよね。はい、では次の質問です。メタルギアソリッドデルタスネークイーターの開発スタッフはどういう人が関わっていますか、また外部の会社に委託して作っているのでしょうか。はい、こちらは前回も少しお伝えしたとは思うんですけれども、オリジナルのメタルギアソリッド3スネークイーターの、制作に携わったメンバーもちろんたくさんいます。と同時にですね、外部の会社様もたくさん関わっておられます。で、特にですね、これまでメタルギアシリーズに協力いただいていた海外の優秀な制作会社であるバーチャスさんにはかなり今回広範囲にわたってですね一緒に制作を進めています。で、特に今回今までの FOX エンジンではなく、アンリアルエンジン5というものを使っています。で、こちらを使っているんですが、バーチャスさんはこの辺りの知見もとても豊富な会社様なので、我々にとってもとても心強いパートナーだったということかなと思います。はい、ありがとうございます。技術的な部分では安心ということですよね。では最後の質問です。
リメイクを作る話になった時、なぜメタルギアソリッド3スネークイーターから始めたのですか？そうですね、メタルギアいっぱいたくさん、はい、シリーズがあります。でそういった、サーガ、メタルギアサーガということを、俯瞰してみた時にですね、最初に触れるべきはやっぱりスネークイーターなのかなというふうに、感じたから思ったからということですかね、はい。メタルギアシリーズをね、今までプレイされてなかった方たくさんおられると思います。3から始めるのかって言って聞いて心配されてらっしゃる方も、はい、おられるかもしれませんけど、大丈夫です。ぜひスネークイーターからメタルギアにご参加ください。はい、ありがとうございます。でですね、実は最後にもう一ネタなんですが、はい、このこちら の後ろの背景、流れているこちらはメタルギアソリッドデルタスネークイーターの、オープニング映像の一部でございます。前回のプレ配信の時にですね、はい、新しい、オープニング映像ですよということでご紹介したんですが、オリジナルのスネークイーターのままのものもですね、ちゃんと入っていますと、いうことで、一つプチネタでございました。はい、先ほどニュースタイルとレガシースタイルの説明をしたんですけども、ニュースタイルだと前回のジャングルのタイトル画面になります。でレガシースタイルを遊ばれている方はこちらの昔のタイトル画面になるようになっています。オープニングから変わるんですね。はい、はい、そうだったんですね。次回以降の新情報も楽しみです。以上メタルギアプロダクションホットラインでした。また次回もお会いしましょう。ありがとうございました。コナミ。